注目、森でこれを見かけたら絶対すぐに逃げてください。皆さんこんにちは。森は自然を満喫し、都会の喧騒を忘れ、心からリラックスできる場所ですが、同時に予想外の出来事に遭遇する可能性のある場所でもあります。危険な野生動物に出会ったり、毒のある植物に触れてしまったりすることもあるからです。ですから森を歩くときには細心の注意が必要です。でも森では他にももっと興味深く恐ろしいものに出会うこともあります。何だと思いますか？今からお見せしましょう。キノコのシーズンが始まると、多くの人は朝早くから森にキノコ狩りに出かけます。美味しいキノコとの出会いは大きな喜びをもたらします。しかし広い森の中には、キノコ狩りのベテランですら腰を抜かしてしまうようなちょっと珍しいキノコが生えていることもあります。その一つが死者の指とも呼ばれる豆鞘竹です。ご覧の通り、このキノコはなんだか人間の手にそっくりです。特に秋に入って色が濃くなると、まるで死人の腐った手が地面から突き出しているように見えます。心臓の弱い人なら倒れかねない光景です。19世紀初頭のイギリスで、地元の教会に集まった人々が恐ろしいものを見つけました。墓地の地面から不気味にねじれた指が地面から突き出ていたのです。注意してよく見てみると、周囲の丸太や木の根元など至る場所から同じような指が出ています。最高にホラーだったのは、墓石の傍らから突き出ている指でした。恐怖におののいた人々は慌てて警察に通報し、その古い墓地はすぐさま閉鎖されました。その後、このキノコの存在が知られるようになり、図鑑にも掲載されるようになりました。それによると、この死人の指が墓地にたくさん生えていたのは、そこに腐りかけた切り株や老いた朽ち木が多かったからであることが分かりました。それにしても、墓地のような場所で地面に絶妙に曲がったいびつなキノコが生えていたら、誰だって怖くなることでしょう。でも実際には何も怖がることはありません。このキノコには危険も毒もないからです。ただ硬いので食用には不向きです。豆鞘竹は5月から11月の間、森の至るところで見ることができます。主に古い落葉樹の根元や切り株に群生し、枯れ木の残骸を栄養源としています。特に好むのはブナの朽ち木です。この不思議な形のキノコには傘と柄の部分の明確な区分はありません。秋になると真っ黒な胞子を放出して子孫を増やします。春の豆鞘竹は全体が暗紫色で、先端が白っぽい色です。夏には濃い灰色に変色し始め、秋にはほぼ真っ黒になり、姿ももはや手の指ではなく、特徴的な悪臭を放つよくわからないものになります。豆鞘竹が最も指っぽく見えるのは、全体が黒くなり始める夏です。先端の白っぽい部分が爪のように見えて、ホラー感を高めます。死人の指にこれといった害はありませんが、独特な香りが不快な動物や昆虫を引き寄せることがあります。しかも食べられないので、豆鞘竹は見かけてもつまずにそっとしておくのが一番でしょう。さて今回はここまでです。動画が気に入ったらいいねをしてチャンネル登録をしてください。ではまたすぐにお会いしましょう。